人が間もなく除隊する予定であることから、ビッグ HIT ミュージック派彼のカムバックに向けた活動予定をファンに知らせる通知を出した。2024年6月12日に正式に除隊するジンは、 BTS のデビュー記念日である2024フェスタを祝うために対面ファンミーティングを開催します。イベントは6月13日ジンの除隊からわずか1日後に開催される。イベントは2部構成で、第1部は交流会、第2部はファンのリクエストによるパフォーマンス。彼はライブストリームでもファンに挨拶する予定だが、ウェバー SE メンバーシップを購入した人だけがアクセスできる。後者の活動は ARMY の間で大騒動を引き起こした。BTS が有料ライブストリームを開催するのは前例がないからだ。ファンはアイドルとファンの交流のあらゆる側面を収益化して利益を最大化する他の多くの KP オープニング企業と同じ道を HYBE がたどったことに落胆している。また以前の例から、この決定はジンの価値観に反しているようだと指摘する人も多かった。イベントを会員限定にすることを決めたのは私の任意ではないことは分かっている。進行中のボイコットについてコメントしたり、パレスチナを支持するメッセージを中継したりするファンからジンを保護するために背部そばとしては必要な措置だったと考える人もいるが、それでも BTS メンバーにとって不利に働くだろうと指摘する人もいる。この過剰な収益化は BTS が活動休止中に子会社が被った巨額の経済的損失により、 HYBE が純利益を失った直接の結果であると理論づける者もいた。全体的に現在のボイコットやその他の問題に関してどのような立場を取っているかに関係なく、ファン層のあらゆる部分からこの動きを批判する声が高まっている。大多数の意見は、HYBEがBTS から最大限の利益を得るという従来のやり方を捨て去ったということのようだ。